皆さんこんにちは、東春です。今日は福岡で海外の方に人気の宿をご紹介したいと思います。一体なんで人気なんでしょうか、気になりますよね。そしてその周辺のおすすめスポットもご紹介したいと思います。それでは早速行ってきます。さあ、この辺りに海外の方に人気の宿、鹿島本館というものがあるそうなんですが、これですね。もう一気に雰囲気が変わりますね。もうここ福岡の中心部なんですけど、そのど真ん中にあるとはね、ちょっと思えないような、タイムスリップでもしたかのような雰囲気なんですけど、こんにちは。あ、どうも。こんにちは。素敵な建物ですね。あ、どうもありがとうございます。海外の方にもとても人気ということで聞いてきたんですけど。そうですね、海外のお客様結構、はい、多いですね。はい、福岡市で初めて国の登録有形文化財になった和風旅館鹿島本館。大正ロマンあふれるロビーの雰囲気や数寄屋造りの和室、しっとりした和風庭園の佇まいなど、和の心を感じさせる造りになっています。こちらが中庭になっています。素敵。これこそもいいですね。なんか和な感じがね、あんまり手をつけずにそのままのものがいいだろうということで。そうですね、なんか作られたものではない感じがまたありますもんね。うん、そうですね、うん、あ、畳のいい香り。あ、いいですね、畳の匂いがね、はい、うん、喜ばれます。そうですね、はい、もうここでくつろぎたいね。いいな。わあ、ここ最高ですね。やはりここに案内するとやっぱり喜ばれますね。中庭が見える、絵に描いたような日本が詰まったような、はい、欧米の方で言えば、うん、アメリカよりもヨーロッパの方が多いですね。フランス、ドイツ、ベルギー、オランダ、結構オランダの方も多いですよね。はい、良さっていうのは分かってらっしゃるみたいですね。だからリピーターの海外のお客さんもうこの部屋にしてくれとか、あの部屋にしてくれとか知ってる方いらっしゃって、じゃあもう全部ひっくるめて日本の文化が大好きな方が。そうですね、ヨーロッパはそういう方多いような気がしますね。あ、嬉しいですよね。でもね、こちらのお宿、季節により多少変わりますが、2名の利用で一室8000円から宿泊できます。先ほどの宿から歩いて5分、実はこのエリアは博多、福岡の文化に触れることができるスポットがあるんです。まずは櫛田神社。こちらは博多の夏を告げる博多祇園山笠が行われるところなんですが、まあ、ここにも書いているようにここから山がスタートするんですよね。毎年7月1日から15日までの間で行われる伝統の祭り博多祇園山笠、その歴史は700年以上にも上ります。まず目に入ってくるのがこれなんです。エトエホーバンなんですけど、これは今鳥年なんですけど、実際に向いてるところは今イノシシの方向いてるんですけど、この年のいい方角を示している番だそうです。海外からの観光客に人気の櫛田神社、この日も参拝をしにたくさんの観光客が訪れていました。Where from? Netherlands. Hey? Holland. Holland? Holland. Oh! Yesterday we arrived. Yesterday? 今日? My plane. Ah, 飛行機に乗って。 Tokyo, Tokyo, Tokyo. Welcome, welcome, Tokyo から。 Let's enjoy. Okay, thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. また、海外からの観光客が多いこの神社では、様々な言葉で書かれたおみくじも置かれています。そしてもうここを出るとすごいものがあるんです。びっくりすると思いますよ。じゃーん、山笠の山。これは飾り山といって、全長10メートル、博多人形師によって作られたもの。お祭り期間中にしか見ることができない飾り山も、ここなら特別に見ることができます。大きい。10メートル。
続いて千春ちゃんが訪れたのは福岡の歴史や文化を学ぶことができる場所、ふるさと館。ここでは山笠のある体験ができるそうなんです。あ、このかき棒を担いでみませんか。そうこれ担げるんですか。担げます。そうなんです、ここでは山笠で使用するかき棒を実際に担ぐ体験ができるんです。ということで千春ちゃん初体験です。せーの。そう。うわー、ま、すごい。なんかもうちょっとここにクッションつけたりとかって、そんなことじゃダメなんですね。ゴツゴツしてすごい痛いですよ。うわー、すごいな。さらに2階では職人技を間近で見ることができます。これも実際に何作られてるんですか。これはその張り子の人。これだ。うわー、すごい。縁起物として家やお店に飾られる博多張り子。装飾が明るく繊細で派手なところから観光客にとても人気を集めています。こんにちは。今何をされてるんですか。今日はね、はい、絵付けの体験でお客様が来られたから、はい、どうですか、難しいですか。難しいです。絵心がないから難しい。絵心やっぱ大事ですか。いや、絵心いらない。どこに飾るんですか。玄関に。縁起なので。そうですね、を呼び込むように。素晴らしい。さらに博多の伝統工芸品や博多名物などお隣のお土産どころで買うことができます。あ、これとかちょっと名刺入れだけど開けたらちゃん。かわいい。博多の伝統と文化に触れながら素敵なお土産をぜひ手にしてください。さあ、いろいろ回ったらお腹が空いてきましたね。博多はうどんの発祥の地と言われてるんですけど、ここ博多赤チョコベさんは変わった形でうどんを出してくれるお店らしいので、ちょっと入ってみたいと思います。日本でも大人気のうどん、変わった形とはどういうことなんでしょうか。いや、私ね、実は聞いたことあるんですよ、すごく変わったうどん。でも実際に食べたことがないので、今日初体験なので、いや、すごい楽しみなんですよね。いや、どんなんだろう、本当。はい、お待たせしました。はい。うわー、やばい、本当にこの状態で出てくるんですね。はい。うわー、わかりますこれ、やかんですよ。わー、本当にやかんの中にうどんが入ってた。これ名前がズボラうどん。はい、ズボラうどん。すごいビジュアルですよね。そうですね、インパクトはすごいですね。初めて見たお客さんの反応ってどうですか。あ、結構歓声上がります。あの、丼に入れても面白くないので、あ、そうだ、夜間買ってこようと思って夜間に入れたんですね。なんていうかな、エンターテインメントうどんみたいなもんですね。で、基本的にこれはあの納豆の漬け汁につける釜揚げうどんなんですよね。じゃあこれにつけて普通に食べる。そうですね、のでいいんですよね、食べ方としては。あ、でもやっぱ麺も独特ですよね。そうですね、これはあの胚芽が入った麺なんです。はい、練り込まれてる、はい、うんうん、白くないですもんね。白くないですね、茶色いですね。いただきます。うん、おいしい。すごいもちもちですね。でもなんか本当口当たりはつるっともちっとなんだけど、食べ応え結構ありますね。そうですね、うん、であと納豆の粘りが絡むのでつるつるするんですよ、うん、そうだ、ちゃんと中にこの納豆が。そっか、だからちょっと食感も。そうですね、うん。これって結構海外の方とかも食べられたりします。あ、結構1日ですね、うん、はい、うちは海外から4組ぐらいお客さん来られるんですけど、だいたいこのズボラか、うん、もう一つはあの人気メニューのキーマカレーうどんと、その2つをだいたい頼まれます。なるほど、ツートップで、はい、でも納豆って結構なんか海外の方って苦手なイメージあるんですけど。そうですね、あの、うん、一応聞くんですけど、うんうん、まあほぼ大丈夫ですね、絶対これ写真とか撮ってね、インスタとかで、ね、写真に撮りたい。だいたいあの、うん、お客さん来られて、うん、出したら食べる前に絶対写真撮られてます、ねね、いや、これ女子受け絶対しますから。シェアしてね、いっぱいね、世界中に拡散したいです、はい。
違う。